フェスの方いよいよ最後となりました、4時間過ぎてますね。ありますね、皆さん本当に最後までお疲れ様でした。ちょっとフェスのアンコールっぽくですね、私今早着替えを挑戦させていただきましたこれですね、最近イクリンクオープンコミュニティで新しくできた T シャツになりまして、とっても可愛いものがですねできましたので、皆さんこれ購入できますので、ぜひ購入検討してみてください。よろしくお願いいたします。じゃあ千葉さん、最後にですね、はい、今後のご案内の方を我々の方からさせていただきたいというふうに思います。はい、ではスライドの方よろしくお願いいたします。では私どもから今後についてアナウンスさせていただきます。改めまして皆様、本日はたくさんのご参加本当にありがとうございました。いや本当にありがとうございました。ですね、プレゼンテーションしてくださった会員の皆様のみならず、はい、その先にはパートナーでやってらっしゃった方々とか、あとこのイフリンクオープンコミュニティに関わっている事務局員の方とか、はい、多分ものすごい人数の方が、ね、この日のためにご尽力いただいて、うん、みんなで作り上げられたってことにすっごい感謝していますし、もう4時間過ぎましたけどやっとここまで来れたってことに本当にもう感謝しかないですね。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。またですね、本日の参加者数ですけども速報で出してみました。なんと650名の方が本日参加していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんこれまでのコミュニティイベントでは最多の人数ですし、これからもっともっと会員さんが増えていくとですね、この参加人数が1000とか1万とかですね、どんどんいくんじゃないかなというふうに思っております。では今日の活動のまとめ、千葉さんの方からお願いいたします。はい、はい、では改めまして本当にありがとうございます。今日ですね、このイベントは、約100会員が約100日間ほぼオンラインのみの、競争活動を行った成果を発信するというふうに題してイベントをやらせていただきました。で今日はご覧の通りですね、本当にたくさんの方々がもうすごい数コミュニケーションされて、うん、今日迎えられているんですけども、まずちょっと私の方からこれ会員皆様の成果ということで、発表させていただきます。本日ですね、コラボレーションプロジェクト数ということで、20個のプロジェクトからまずご発表をいただきました。実際にはですね、20個以上現場ではプロジェクト生まれているんですけども、今日ご発表いただいただけでも20個のプロジェクトから発表があったということになります。さらに、イフリンクの醍醐味なんですけども、よく左側と右側なんて言って皆さんと共有するんですが、まず左側、今日たくさんご紹介になりました会員皆様のいろんなつながるもの、デバイス、アプリなどの、これはモジュールって呼んでますけども、これが今もすでに90以上つながるものができてきたということになります。また、今日ご発表あったプロジェクトの中でも、約300って書いてありますけど、間違いなくそれ以上の数のさまざまなアイディア、さらに具体的なユースケースが提案がなされていました。まずここまでの8月の会員の皆様の成果ということで、代理でですね、私の方からご説明をさせていただきました。本当にありがとうございます。はい、で、もう寂しいんですが8月の今日末日で終わってしまうんですけど、はい、ちょっとじゃあスライドをもう一枚進めます。丸前、次どうする？そうですね、ちょっと、うん、完全燃焼してしまって休みたい気持ちもあるんですけど、そうだよね、ここからさらに加速していくべきかなというふうに思いますね。そうですね、はい、僕はね、丸森さん映画に出た方がいいと思いますそうですかね、多分ちょっとまたアームさんが続編を出していただけるんであれば、私また参加の方を検討したいと思いますはい、はい、じゃあ映画もあると思いますけれどもちょっとじゃあこの次のコミュニティね、さらにここから加速していくコミュニティ、どういうふうな活動をしていくのか、じゃあ千葉さん、現時点の構想をですね、はい、お伝えいただければと思いますが、はい、もう構想というほどでもないんですけども、はい、もう明日から9月になりますので、そうですね、次は皆様と一緒にこういうふうにやっていきたいなというふうに思っています。ではまず1つ目、今日皆様からご発表になりましたこのコラボレーションプロジェクト活動、イフリンクを介したコラボレーションですね、これをさらに進化させる、または増やしていくと
いうことをやりたいなと思ってます。ちょっとだけ皆さんと一緒に休憩をした後、10月から再転化ということで、このビストロイフリンク、または部活イフリンク、学生さんによるプロジェクト、さまざまなものの質を上げていきましょうというのは進化ですね。こうレベルを上げたり新たな挑戦をしていくという話と、もう一つは新しいプロジェクトですね。これはたくさん増やしていって、数が20じゃなくて30、40、うんうん、そういう世界をですね、皆さんと一緒に作りたいなというのが1点目になります、はい、これ頑張りましょう。頑張りましょう、はい、では2点目お願いします。2点目いきます、はい、じゃん。イフリンクによるマッチングをさらに加速していきたいというふうに思っています。今日発表のありましたモジュールバンクレシピサイトを使い倒すというふうに書いてありますけれども、これは、会員の皆様がイフリンクとつないでさまざまなことをした成果を共有する、プラットフォームになります。ですので会員皆様のデバイスや、製品をどん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 モジュールバンクにアップしたり、また生まれたアイデアをレシピにしてどん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 共有していくことで、皆様同士のこのビジネスでの機会、そのマッチングをですね、増やしたり早めたりしていきたいなというふうに思っています。これ思いっきりやっていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。では3点目ですね。いきます、はい、はい、よし、はい、新たな化学反応を起こそうです。もう丸森も千葉ももうネタが切れました。今の会員さんともですね、活性化した活動は当然できると思ってるんですけども、はい、やっぱりこのマネリ感が出ないような新しい風を吹き込んでくださる、次の、お仲間パートナーの方をですね、大募集していきたいなというふうに思ってます。はい、それによってどん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 さらに活性化したり、皆さんの活動がより広がって、より良い形になっていくといいなと思っていて、10月に第2期が始まる前に、この9月中、別に9月中じゃなきゃいけないってことはないんですけども、なんとなく9月中に大募集中ってことを今日は言わせていただいて、はい、新しい一緒にやってみたいとか、趣旨に賛同したって方いらっしゃいましたら、ぜひコミュニティに参加していただけたらありがたいなというふうに思っています。はい、この3つ、まず3つやっていきたいと思うんですね。なるほど。でも千葉さん、3つだけですか、本当に。大丈夫ですか、それ。もうこれ以上出ないです、ね、いやじゃあもう一個だけ私の方からですね、はい、補足で説明させていただきたいなというふうに思いますけど、ありますって一番大事なものをお忘れしてますよ。そうです、いきますね。はい、今日行いましたこのイフリンクオープンコミュニティフェスティバル、冬も開催します。イフリンクオープンコミュニティフェスティバル2020ウィンターを来年の2月もしくは3月に開催することを決定しました。今日やっていただいたので、まだ皆さん全然イメージも湧かないと思うんですけども、このコミュニティはですね、年2回このイフリンクフェスというのをやることをマイルストーンしてますので、次回は来年の2月もしくは3月に開催するということで、ここを目指してですね、皆さんと一緒に活動を進めていきたいというふうに考えております。それで先ほど千葉さんからですね、もう我々事務局もうネタがないというふうにお伝えしたんですけども、本当にネタがないです。もうないです。考えれば出てくるかもしれないんですけど、やはり我々事務局だけが考えてても少し限界があるかなというふうに思っています。そこで新企画を募集します。このコミュニティの中でこういうことがやりたいという思いのある方はですね、ぜひ9月末までに事務局に企画案を届けてください。その企画案をコミュニティの会員皆さんと一緒に実現していきたいというふうに考えております。イフリンク×コミュニティで〇〇をやってみたいというものがありましたら、下に書いておりますコミュニティ事務局の方までメールでご連絡をお願いいたします。はい、ということでですね、以上をもってこのイフリンクフェス最後になるんですけども、お決まりのですね、みんなでイフリンクポーズをしてイフって終わりにしたいというふうに思います。皆さん、イフリンクポーズご存知ですか？この左手で L を使ってですね、左が L、 左で L で右で I を作ります。右が I、 そうするとこうイフリンクというポージングになるわけですね。おお、すごいですね。これ毎回忘れるんだよね。どうですか皆さん、このポーズをですね、ぜひ会員の皆さん全員で撮っていただけたら嬉しいです。今日 Zoom でご参加いただいている皆様もですね、最後ぜひご一緒にやらせていただければありがたいなというふうに思います。
どうですかね、ズームの皆さん、最後にこのポーズ、ありがとうございます。完璧ですね皆さん。完璧ですね皆さん、もうスタンバイバッチシですね。ありがとうございます。そしたらですね、最後スタジオの方を映していただいて、皆さんでこのポーズで終わりにしたいと思います。このイフリンクオープンコミュニティがですね、さらにこういいコミュニティとして成長していくことを願って、最後イフリンクポーズで終わりにしたいと思います。ではいきます、せーの、イフリンク。はい、皆さん本日は本当にありがとうございました。引き続きイフリンクオープンコミュニティよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。